ホリミオナは日本のファッションモデル、女優、YouTuber であり、女性アイドルグループ、乃木坂46の元メンバー、あるの、レギュラーモデルである。岐阜県岐阜市出身。身長162センチメートル。血液型は O 型。2013年3月28日、乃木坂46の2期生のオーディションに合格。同年5月5日。 16人のプリンシパル・ドゥ・ノヒル、公演でお披露目。同年10月6日、乃木坂46のセブンスシングル、バレッタのセンターに抜擢され、自身初の選抜メンバー、正規メンバーに昇格したことが発表された。2014年10月6日、R の法則に、第5期 R、S メンバーとして、レギュラー出演決定。2016年4月3日、 のぎシッ46ののの10代目 MC に就任し、1年間務める。2017年4月5日、レコメンの水曜日レギュラーとして出演開始。同年11月24日、ファーストソロ写真集、君らしさを発売。2019年1月、日本ブルーレイ大賞アンバサダーに就任。同年6月21日、映画、 ホットギミックガールミーツボーイで映画初出演、初主演を務め、第22回上海国際映画祭のアジア新人部門優秀女優賞にノミネートされた。2020年5月27日、セカンドソロ写真集いつかの待ち合わせ場所を発売。同年9月24日、セカンドソロ写真集の公式インスタグラムアカウントを個人のアカウントとして引き継ぐ形で運用を始めた。 同年11月27日、乃木坂46の YouTube 公式チャンネルにアップされた自身のソロ曲、冷たい水の中のミュージックビデオの中でグループ卒業を発表した。2021年1月27日発売の26枚目シングル、僕は僕を好きになるが最後の参加になる。同年2月23日、ライ h year birthday ライブを開催し、 最後のバースデーライブ出演となった。同年3月28日、ナインスイヤーバースデーライブに帰省ライブが、乃木坂46としてのラストステージとなった。卒業後は、乃木坂 46LLC を離れ女優として活動してゆく。同年4月26日、乃木坂46公式サイト内の公式ブログが閉鎖された。同年七月三日、 YouTube チャンネルを開設同年7月14日スタートの、された側のブルーで、地上波連続ドラマ初主演を務める。同年9月から2ヶ月間、昼なんです。にて、期間限定水曜日レギュラーで出演。愛称は、ホリちゃん、ミオナ。体重39.3キログラム。趣味は、映画鑑賞、旅行、古着や巡り。好きな映画は、バイオハザード。 特技は、高速まばたき、大食い。絵が下手で、その独特な画風から、稀に、画伯とも呼ばれており、アメトーーク、の、人気コーナー、絵心ない芸人に出演している。2015年に結成された、乃木坂46内のユニット、サンクエイトワールのメンバー。また、塩アイス、プリン界のメンバー。一期生では、星野美波と仲が良く、コンビで、 南オ名ナとして親しまれている。ホリと星野は番組の企画で二人の休日を紹介したことがあった。塩アイスの北野ひな子、伊藤淳奈、プリン会のメンバーである鈴木彩音渡辺美里愛とも親交が深いという。2014年4月から2015年5月まで交換留学生として兼任していた元 SKE48 の松井玲奈によれば、ホリとは ほっとしたというほど心許せる相手で、松井が乃木坂46を兼任する前に堀と一緒にディズニーランドへ連れて行ってもらったことがあり、2014年5月19日放送の、乃木坂ってどこで松井とお寿司を食べに行くという約束をしているという会話中、堀が好きな寿司ネタを白身魚とあげると、松井がイクラが一番好きと応じると、堀は、 松井の顔の小ささを特徴にちなみ、いくらみたいと返すなど親密な間柄である。乃木坂46メンバー以外では、AKB48 の湯本亜美とは、同じ高校のクラスメイトということもあり、卒業旅行として二人で、ディズニーランドを訪れた。また、元 SKE48 の松井樹里奈と一緒に、かき氷デートをしたり、ハンバーガーを食べに行った中である。 元ケヤキザカ46の平手由里奈とも一緒に焼肉を食べに行き、イルミネーションを見に行くなど仲が良い。その他、元合津湾の安ン友人と、カ平ヘンとも親交がある。レコメン。で共演していた、お天気のりがでっち上げた、ケヤキザカ46の菅井ゆと、日向たザカ46の加藤志穂との、不仲説が広く浸透してしまったが、これに関しては、 完全にガセネタであり、菅井、加藤とも仲が良いと答えている。2014年2月22日放送分の、乃木貧乏2の企画、仲良くなろうチャレンジで、長島セイラにキスをしようとしたが、ミッション中に行えなかったものの企画終了後にキスをした。乃木坂46で好きな曲は、君の名は希望、そんなバカな、今、話したい誰かがいる、別れ際、もっと好きになる。 理想のセンター像は向上心があって、どんな状況にグループが陥ってもみんなを励ませるような強い心を持っている人。2018年12月24日放送の乃木坂工事中でグループ卒業の若月由美から若月自身の持ち芸、宴会芸である橋くんの後継者に指名された。乃木坂シックス未音源歌曲坂道 AKB アイズ百四十八 乃木坂46ありがとうございます。